はいどうも、野村トイクショットの野村です。ちょっと久しぶりにですね、お話をし合いまたちょっとお話をしたいかなと思います。はい、今回のテーマですね、よく日本の方からメールをいただいて聞かれるんですけど、オランダのリーグってどんな、感じなのか、どういうシステムなのかをちょっと知りたいという、コメントをいただいたので、ちょっとそれのお話をしたいかなと思います。はい、なるべく簡単に説明したいかなと思います。オランダにはですね、クラスがあるんですね。まあ、いろんなレベルのクラスっていうのがあるんですけど、まず最初がクラス6から3があるんですけど、クラス6から3はですね、初心者向けの、クラスなんですけど、その上にですね、トップクラスっていう部分があるんですけど、それがクラス2から、オランダ語で言うとホーフトクラスっていうんですけど、ホーフトクラスは僕のクラスなんですけど、2、1、ホーフトクラスっていう部分がトップクラスっていうクラスなんですけど、それがちょっとまあ卓球できるかなっていう感じのクラスなんですけど、そしてホーフトクラスの上からがオランダでいう全国リーグなんですけど、全国リーグは3部、2部、1部で、その上にエーレディヴィジっていうのがあるんですけど、はい、そのエーレディヴィジっていうところがオランダのトップの上のトップの、選手のためのリーグなんですけど、ではまずリーグのシステム、ね、試合のシステムってどんな感じなのか、ちょっと軽く説明していきたいんですけど、はい、まずこちらですね。まずこうやってチームがあります。はい、例えば、まず卓球クラブ、玉ねぎ、トマト、かぼちゃ、なんだこれ、ちくわ、じゃがいもと、卓球クラブカラーシ。普通の卓球リーグ6からクラス6から1まで、そして、全国リーグ3部から1までは全部このシステムです。6チームあって、そのチームの中で1チームだけが上に上がれるんですね。最下位の2チームは下のクラスに行ってしまうわけですね。はい、あとは試合の仕方なんですけど、例えば僕がクラブトマトだとするんですけど、この5チームとですね、1回ホームで1回アウェイで試合するので、計 5×2 試合をするわけですね。そして、こちら10週間試合をするんですけど、それで10週間後1位のまんまでいれば上に上がれるわけですね。そして最下位の2チームは下に行くっていうシステムになっております。そしてちょっと僕が入ってるホーフトクラスっていうところのシステムを説明したいかなと思うんですけど、こちらはですね、こんな感じになっておりますね。6チームではなく8チーム入っているんですね。8チームで、対戦するんですけど、はい、では僕が、チーム天狗としますよね。計7試合、7週間に分けて7試合するわけですね。こちらのシステム、計4チーム、トップ4チームが、上の、3部、全国リーグ3部に行ける、わけですね。そしてこちらの4チーム、下の4チームはそのホーフトクラスっていうクラスに入れるかどうかを争うわけですね。ドコス、僕のチームドコスっていうのはですね、2位になったので、上のクラスに行けるかどうかのために戦うわけですね。そしてその次のシステムに参りたいと思うんですけど、はい、トップ4が決まりました。下の4が決まりました。はい、例えばですけど、こちらの天狗、人参、イカ、サンマさんが
トップ4に入ったとする。そして、ランクも分かった時には、例えば天狗さんが1位、人参さんが2位、さんまさんが3位でイカさんが4位だったとする場合、天狗さん1位の方が4位のイカさんと2週間対決するわけですね。そして人参2位の人参さんは3位のさんまさんと一緒に戦うわけですね。そして僕の場合2位になったので、ドコス2位になったんで3位のフリンデスハーっていうクラブとのまた対決なわけですね。そしてこちら2週間準決勝っていうのがあるんですけど、1回アウェイで、そして1回ホームで試合をするわけですね。そして、勝った場合1位と4位の準決勝で勝った相手と決勝で戦うわけですね。1位は4位との対決、2位は3位との対決、どちらも勝った方だけがまた対戦するわけですね。非常によくわからないシステムでございます。オランダでですね、これ全部一緒のシステムにしたらもう全然簡単なはずなんですけど、なぜかこんなわけわかんないシステムにするわけですね。オランダの方たちもこのシステムに対してはもう非常にあんまり印象はよくありません。はい、これでちょっとリーグのシステムがわかりましたでしょうか。はい、そして今後の試合動画、このシステムが分かった上で見たらまたちょっと熱が伝わってくるかなと思います。そしてまた質問がある方、ぜひコメント欄に入れてください。はい、ではどんどん試合動画を出していきたいかなと思います。その他また試合のリーグが終わるので、また検証動画などをいっぱい出そうかなと思います。はい、では今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。